プルネベロクリストは、フランス、ブルターニュ地域圏、県、フィニステール県のコミューン。プルネベロクリストは、ブルトン語のプロエ、ネベイ、ロッククリストからなっている。プラウンブスの名が最初に認識されたのは1330年、トゥール大司教の税の役割においてである。プルネベ教区はレオン司教座の下にあるレオン助カン管轄区に属し、聖ピエールが、死後聖人となっていた。聖、フラガンは、 レスン城の創設者であった。レスバンと呼ばれた、この地は、現在のコミューン、プルギンにあった。1896年、三面修道会の修道女たちがプルネベロクリストの病人たちの世話をしていたことを示す文書がある。1944年7月29日、プルネベロクリストのポンクリストにある、科学工場が、連合国軍爆撃機に、機銃装射された。 屋根と設備が損傷した。2011年、コミューン議会は、ブルトン後の日常使用を促進するヤーリー、あるブレイジョニー検証の批准を可決した。プルネベロクリストの人口増減グラフ参照もと、1999年まで、イヘス、2000年以降は NSEE。ありがとうございます。